2004年2月9日午前10時頃、佐賀県鳥栖市飯田町にある九州自動車道沿いの市道で、福岡県大刀洗町に住む男性会社員の愛さん、当時24歳の軽自動車が側溝に脱輪した状態で止まっているのを捜索していた愛さんの母親が発見した。寝ているのではないかと思った母親が車内を確認すると、助手席に座りながら血を流している愛さんを発見したため、驚いた母親が手を握ると、すでに体温は感じることができず死亡していることが分かった。愛さんは頭に黒いポリ袋をかぶせられた異様な姿で発見され、運転席や助手席からは少量の血痕が見つかり、車の鍵は運転席のキーシリンダーに刺さったままの状態となっており、愛さんが普段持ち歩いている財布と携帯電話がなくなっていることが分かった。また愛さんの顔面には複数の傷があり、頭部から血を流しているのが確認され、司法解剖の結果、愛さんは後頭部を鈍器のようなもので激しく殴られ、陥没骨折したことによる脳挫傷が死因だと判明し、死亡推定時刻は8日午後11時から9日午前3時頃とみられた。殺害された愛さんは福岡県大刀洗町で両親と妹の4人で暮らしていた。遺体発見前日2月8日昼頃、この日愛さんは仕事が休みだったため、知人女性に会いに自宅から軽自動車で外出し、福岡県小郡市内で食事をするなどして、午後10時過ぎに知人女性と別れているが、その後愛さんが自宅に戻ることはなかった。愛さんは翌日仕事だったため、家族はどこかに泊まってそのまま会社へ行くのだろうと考え、特に心配はしていなかったが、9日の朝、久留米市内にある愛さんの勤務先から無断欠勤しているとの連絡があり、事態は一変した。愛さんは普段から真面目な勤務態度で、遅刻や無断欠勤などはしたことがなかったため、母親は不審に思い、愛さんと会っていた知人女性に電話をかけ確認すると、愛さんは別れる際、眠いから少し寝て帰ると言っていたことが分かり、車を止めていたのはこの辺りではないかとの知人女性からの助言もあったため、母親はすぐに心当たりの場所に向かった。ちなみに愛さんは以前にも安全に配慮し、路肩に車を止めて車内の助手席で仮眠を取ってから家に帰ることがあったという。そして母親の捜索によって、鳥栖市飯田町の市道から愛さんの軽自動車が発見されたが、車はなぜか脱輪しており、車内からは変わり果てた愛さんの姿が見つかった。警察は現場の状況などから殺人事件と断定し、すぐに捜査本部を設置した上で犯人像の絞り込みに全力を挙げた。現場から愛さんの財布や携帯電話が見つからないことから、愛さんは仮眠中に強盗目的で襲われた可能性が高いとみられたが、運転席や助手席から発見された血痕が少量だったため、どこか別の場所で殺害された後、犯人によって現場に運ばれた可能性も考えられた。また愛さんの軽自動車は左側の前輪と後輪が側溝に脱輪した状態で止まっていたが、側溝には脱輪しながら走ったと思われる傷が約5メートルにわたってついており、車を車道に戻そうとしたような形跡が残っていたため、何らかの交通トラブルが発生していた可能性が浮上した。しかし愛さんの軽自動車には他の車両と接触したような形跡はなく、現場の道幅も広かったため、何かしらの理由によって単独で脱輪したことが分かったが、愛さんと犯人のどちらの運転によって脱輪したのかは分からなかった。そして最も不可解だったのは、愛さんの頭に黒いポリ袋がかぶせられていたことだった。一部では遺体の発見を遅らせるための細工ではないかとの見方もあったが、むしろ頭にポリ袋をかぶっていることの方が不自然なため、顔を隠すという行動から顔見知りの犯行ではないかとの見方も浮上し、犯人像を絞り込めない状況が続いた。そんな中、一部マスコミの取材によって、現場付近は過去に薬物中毒者のたまり場となっていたことが分かったため、このような薬物中毒者による犯行ではないかとの見方もあったが、この説は憶測の域を出ることはなかった。この事件で佐賀県警は
延べ6万人以上の捜査員を投入し、これまでに寄せられた情報も200件以上に上っているが、解決の糸口をつかむことはできず、年々寄せられる情報も減少していることから、事件の風化が懸念されている。2008年2月1日、この事件は捜査特別報奨金対象事件となっているが、それでも有力な情報を得ることができず、2018年には対象から外され、その後、遺族による私的懸賞金がかけられるなどもしたが、事件が進展することはなかった。実は、この事件の解決を難しくさせている要因の一つとして、警察の管轄の問題が指摘されている。愛さんの遺体が発見された場所が佐賀県内だったため、佐賀県警が事件の指揮を取る形となっているが、愛さんは事件当日、福岡県内で食事をしており、自宅や勤務先も福岡県内にあるため、解決の糸口は福岡県内にあるのではないかとの見方もあり、県境で起きた事件の捜査の難しさが指摘されている。果たして事件当日、仮眠していた愛さんに一体何があったのか、犯行動機は何だったのか、この事件の真相とは。この事件は現場の状況から見ると、犯行動機はやはり強盗目的で間違いないような気がします。おそらく計画性などはなく、たまたま現場を通りかかった犯人が愛さんの車を発見し、突発的に犯行に及び、通常凶器には使用しないような何かしらの鈍器が使用されたために、警察が凶器を特定できていないのかもしれません。これは私の想像ですが、仮にこの事件に計画性がなかったとすれば、年齢的に若い連中による犯行の線が強いような気がします。だとすれば、複数犯の可能性が考えられるため、暴走族などに絡まれた可能性も浮上します。愛さんの車が脱輪していたのは、逃げようとして運転操作を間違えたことが原因だと思われますが、車内に血痕が少なかったため、おそらく愛さんは車から引きずり出され殺害されたのではないでしょうか。ただこの説で一つ腑に落ちない点は、車外から血痕が検出されたという情報がないことです。もしかしたら愛さんは一度どこかに連れ去られ、全く別の場所で殺害された後、車に戻されたのかもしれません。この事件は殺害された愛さんの交友関係が全く公表されておらず、状況から見ても強盗目的の犯行が濃厚とされていますが、突発的な犯行にしては全体的に手際が良すぎる印象があります。犯人は凶器やポリ袋などを準備し、車内や現場周辺に遺留品を一切残していないことから、仮に強盗だとすれば、かなり手慣れた常習犯の可能性が高いのではないでしょうか。ただ私がこの事件で気になることは、愛さんの車が脱輪していたという状況です。これが犯行後の脱輪なのか犯行前なのかによって想像が大きく異なるため、なんとなく解決の糸口はこの脱輪にあるような気がします。普通に考えれば、現場で身の危険を感じたために逃げようとして運転を誤った可能性が高いですが、仮に犯行前に脱輪していたとすれば、知り合いに電話で助けを求めた可能性も浮上するため、その知り合いと現場でトラブルに発展し殺害されたとも考えられます。だとすれば、犯人は証拠となる愛さんの携帯を処分する必要があったため、強盗に見せかけるように財布も奪ったのかもしれません。また別の見方をすれば、愛さんは以前から仮眠をして帰宅することがあったとされているため、過去に同じ場所で仮眠を取っていた時、この場所で何者かとトラブルになっていた可能性も考えられます。そしてそのトラブルの相手に一方的に恨まれていたとすれば、怨恨による殺害だった可能性も浮上します。これらはいずれも可能性の低い説かもしれませんが、これほど長期にわたる未解決事件が解決しない要因は、もしかしたら誰もが想像しないような事実が隠されているからかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。